しく教会が立ち上がるっていうのでね、うんうんうん、一番に教会がないって、うん、私たちの仲間が言ったじゃない、うんうん、ほんでどこに行きますか神様、まず芝の勝ち取りをしないといけないっていうので、うん、どこに行きますかねって聞いたら、うん、なんか宇布岳っていうやっぱり大きなあの山が真ん中にあって、うん、そこの山の上でいろいろなんか悪い者たちもさ、ユダとかノロとかそういった土着の神とかもさ、やっぱ山の上を接してくるんだよね、うん、でそこに犠牲が払われてたなんか捧げられたりとかしてるから、うん、そこに行きなさいみたいなのが来て、うん、みんな全員一致 でそこに山登っていったわけよ、うん、ですんごい綺麗な、うん、もう辺り一望360度綺麗な海、もう見渡せるだけの綺麗な海でね、うん、めっちゃ綺麗だったんだけど、そこでなんか2人の人がね幻を見たの、うん、それが骨がねなんか乾いた骨がいっぱいバーって埋まってる、うん、海とかにいっぱい骨が埋まってるっていう幻が見えてたのね、うん、で私はね不思議なんだけど、それを聞く前にねエリアの日って歌してる、今はエリアの日って歌があるじゃん、あれの2番目がね、うん、今はエゼキエルの日、乾いた骨が生きっていうサビだね、そこが来たわけ、うん、でエゼキエルの日乾いた骨が生き、そしたら別の子がね、うん、エゼキエル37章を朗読するように今導かれてますとか言うわけよ、すごい。エゼキエル37章を開けるとさ、うん、乾いた骨に向かって予言せよっていうのが、うんはいはいはい、だからみんなが一致してね、うんうんうん、同じもの分かる、そうそう、すごいよね、すごい。2人がビジョンで見てて、うんうん、1人は御言葉が来て、うん、私は歌が来てたみたいな、うん、そうすごいよね、みんなが示されるのは違うけどちゃんと一致してるっていうところがすごい、神様って本当にすごいですよね、すごいよね。ほんで東京でそれを取りなして祈っててくれた子が東京と、うんうん、どっか千葉だったかな、うん、にいて、でその一人はピアニストで、うんうん、もう精霊様によってピアノを弾く子なんだけど、うんうん、指が勝手に動くわけよ、精霊様が動かすから、ね、ただ音色でね最初すごい悲しいね、うん、マイナー調の、ね、ところを弾いてるんだって、自分の意思じゃないよ、うんうん、で音色がすごい悲しい、でも途中でなんかアップテンポになっていって、すごいこう蘇っていく、うん、でなんかまた悲しいことが起こるんだけど、うん、最後はすごい喜びに満ち溢れて、うん、た音で終わって、うん、音色で分かるんだって何が起こったか、でその子も弾きながらビジョンが見せられてて、すごい、そうそうそう、なんか普通の村人が、うん、なんかこうどんどん殺されていく痛い目に遭うんだけど、うん、でも途中でなんか出会ってある真実を知って、うん、でこう蘇っていくみたいな、そういうビジョン、でそれと同じことがねで取りなして祈ってたわけよ、うん、そしたら私もビジョンで見えたのが、そのエゼキエルの37章に書いてある、うん、骨に向かって予言せよ、息を四方から吹いてこい、うん、そしたら骨が皮がついて肉がついて生き返って、うん、でイスラエルが蘇るみたいなところがある、うん、エゼキエルの37章です、皆さん、うん、読んでみてください。それがねビジョンで見えたわけ、うん、だからこの小浜島で今まで一度もイエス・キリストが本当の神だっていう福音を聞いたことがなくって、死んだ人たちの霊がさまよってて骨がいっぱいあったわけ、うん、でもその人たちにイエス・キリストが本当の神だよっていう賛美をし、御言葉の宣言をし、福音を山の上から語ったわけよ、360度、うん、で小浜島の人たちみんな救われてって言って福音をもう山から語りまくったら、うん、もう骨が生き返ってこう肉がついて人になって喜んで天に上がっていったみたいな、すごい、見ちゃったんだよピアノも同じことを、ね、弾いてた人がそれをね、そういうのを感じ取ったって、すごいことが、すごい、祈りってすごいですよね、祈りってすごい、祈りってすごい、その権威が与えられてるのがすごいねえ、うん、本当にすごいですね、うん、すごい、なんかほら出身が岐阜じゃなかった、はいはい、岐阜です、この前、うん、名古屋から岐阜、なんか、東京から、うん、違う違う、滋賀県から名古屋に向かってる高速道路で、ドタネで運転手が運転してて、うん、私がどうしても、もう一瞬間、カーって寝落ちしちゃって、うん、寝てたら夢見て、うん、なんか白い馬に乗って、うん、大きな剣を持って、カ、うん、ーって戦ってるわけ、すごい戦ってて、夢の中で。で、やばい。目覚めたら目の前の標識が関ヶ原って書いてあったわけよ、とか
思ってもう瞬間分かったわけ、今度はここに行って、なるほど、飛び出して悪霊と戦うんだよって、ここにいっぱい死者の霊がいるから、日本一番傷んだとこでしょ、戦争で人がいっぱい殺されて、あれによってさ、多分名古屋と岐阜の岐阜がさ、すごい重たい雰囲気が、岐阜って暗いですよね、暗いよ、何やで、重いよね、あのその関ヶ原の戦いもだけど、岐阜に前もお話しませんでした、新興宗教真光の総本山があるんですよ。真光って岐阜なんだ。総本山が飛騨高山にあって、ゴールドの屋根の上に桃が乗っかってる不思議な建物、あれがあって、世界中から信者さんが、そのなんか祭典か何かがあるのか分かんないんですけど、みんな同じ、上が緑のジャケットで下が白いズボンかスカートで、世界中からその洋服着て集まって、大人も子供もなんか練り歩くみたいに、よくわかんないんですけど、そうそう、そういうのがあって、ああいうのも関係してると思う。あとはその信仰宗教を信じてるのは地元の人はあまりいないんですけども、地元の人は本当にあの新しい人たちを嫌ってすごい保守的だから、ですごく山あいの土地なので、飛騨高山ってすごい閉ざされたところなので、もう仏教こそみたいな、仏様とあの仏壇さえ祈っておけばそれでいいみたいな、他のものは絶対ダメっていう教えで、教えっていうか、そういう人たちがすごく多くって、お墓が何より大事、仏壇が大事、神棚が大事っていう感じ、なんかすごい重い感じがするんだと思う。そうなんだ、そこに取りなしに行きなさいって言われちゃったからさ、行かない、18日かなんかに行く予定なんだけど。そうなんですか、今月の、はい、そう、みなちゃんもよかったら、休み、休みじゃないそうですよ、お祈りしておきます。じゃあちょっと飛騨高山まで足を伸ばしてくださいとか言って、関ヶ原からどのくらい関ヶ原から、でも車で、関ヶ原からだったら、今高速とかもあるから 2,3 時間では行けると思います。 2,3 時間もかかるの、私よりは近くない、すごい山の中だから結構時間かかります。そうなんだ、そこはそこでベッド行くなんか今聞きたくないこと聞いちゃった気がするけど苦しんでる人がたくさんいます、あそこら辺。そうなんだ、そうです、この前もなんか天理教のところに、何人かのチームが行ったら、天理教の人たちと話す機会があって、自分たちがやっぱり何を信じてるか本当は分かってなくって、福音を伝えたら、なんかイエス様が本当の神様なんだ、パッと目が開かれて、でそっちをやめて教会に来ますよ、イエス様が本当の神様なんだっていうのが分かった、祈ってたらね、そう、背後でみんな祈りがあったんだけど、だからちゃんと真実を話せば、みんな分かると思うんだよね。私の知り合いにも、何でしたっけ、あの、池田なんとかっていう人がやってる宗教で、創価学会、あ、そうそう、創価学会だったけど、すごいもう、なんていうんですか、染まってる創価学会だったけど、ご夫婦で、でもやっぱり霊の目が開かれて、あのもう そのせいで家族とかもバラバラになっちゃったんだけどね、霊の目が開かれて、イエス様を受け入れて救われて、家族もつながったっていう人がいます、ね、だから真理ですよね、真理、飛鳥さんも言われたり、本当に真理を追求してる人は絶対出会える、だから真理を追求することからまず始めてほしいよね、そうだと思う、そう、それこそ ね、無神論者ですって背を向けてしまうのではなくて、そうそうそう、だって私が真理ですって言ってる方なんだから、真理とは何ですか、神様本当に真理があるなら教えてくださいって言えばいいんだよね、そしたら真理である方が絶対教えてくれるよね、教えてくれます、だって神様は自分を示したいって思ってるもん、そうだから示してって言ったら示してくれるんだよね、本当に騙されたと思ってやってほしいですよね、これ押しとかないとやばいことになるから、このから先ね、本当にワクチンが強要されたりとかね、なんかもう地震も起こるかね、もう何が起こるか分かんない世の中ですよ今、だから本当の神を知っておくってことがすごい大事なことなんです、皆さん、もうタイムリミットですよ、本当に時間がもうないですよ、ね、世界統一宗教に、これから世界統一政府、世界統一宗教、もう宗教みんな一つだ、どっかで山って登っても山は一つで、どっか登っても一緒でしょ、頂点は一個だよみたいな、これがエキュメニカル運動って言うんだけど、もうカトリックがね、みんなもうイスラムもコーランも OK、 みんな OK、 みんな何でもかんでもみんな一緒の神なんだから信じようみたいに言ってるわけですよ、ローマ法王とかね、そうだけど違うから、唯一の神はイエス・キリストだけであって、だから、ね、
でしかもあの政府を一つにしていこうみたいな、だって世界中がさ同じパンデミックになってるっていう、同じことをでさ恐れさせてさ世界中に同じワクチンを打たせていくって、もうこの動きがさ世界統一政府を作ろうとしてるわけでしょ、にもう各国の経済を崩壊させてさ、これが聖書に全部書かれてるわけですよ、書かれてる、ね、で右手のところか額に竜の刻印が入れられるけどそれ入れちゃダメだよってはっきり黙示録の12章とかに書かれていて、でもそれがもうマイクロチップとしてもできてる、実際埋め込んでる人もいるし埋め込まれようとしてる、でもこれは本当にね聖書に警告されてることなんで、皆さんぜひねヨハネの黙示録を読んでみてください、聖書を読んでみてください、そして真理を追求してみてください、本当の神が言うなら私にも現れてって今日言ったもん勝ちです、本当に前回ここでね睡眠障害ね言ったっけ、睡眠障害ある人ねあの癒されますからって祈りをしたわけよ、そしたらこの前行った礼拝の時に飛鳥さんのエイジ同居トークを聞いてたら、私3日ぐらい寝れてなくってずっと睡眠障害だったんだけど、なんか突然睡眠障害ある人って祈り始めて、それ聞いてる間にもう寝ちゃったんですよ、すごい寝てなかったのにエイジ同居聞いてる間に寝ちゃっ って私癒されたんですとか、それから毎日寝れてますとか言って、そうだから皆さん癒されます、本当に癒されます、だからイエス様を呼び求めて、明日はね日曜日です、皆さん教会行ってください、はい。すいませんパタパタで、いえいえいえ楽しかったですでしょ、あっという間に終わっちゃうでしょ、あっという間に終わっちゃう打ち合わせとかもなくて大丈夫かなと思ったけど、全て委ねなさいっていうことだなと思って、そうなんですよ、多分早く着いたらめっちゃ緊張して何も喋れなくて、なるほど時間さえそれも神様の計らいだと、ギリギリでサッと入ってきて打ち合わせました。